こんにちは、トレカ大好き芸人です。今年の年末に発売されるクォーターセンチュリーデイリストボックスの中身について、買いかどうかをちょっと、個人的に説明していきたいと思います。間違っているかもしれないんで参考程度にお願いします。毎年年末にこういうね横長のボックス出るんですけど、ちょっと今年は値段が高いですね。5000円で、去年は高いか、2年前は3300円ぐらいだったような気がしますけど、それだったら買いかなって感じなんですけどね。どうなんでしょうか。で、まず、結構気になるのが、ストレージボックスとかがついてるってことですけど、これはあんまり多分価値ないですよね。このマグネットローダーとかは無視しておいて、先に結論を言うと、やや買いかなっていう感じはありますね。もし市場の値段で出るんであれば、本体価格が5500円くらいなんで、本体価格が5000円ぐらいですね。4950円なんで、市場に出ると6000円、最初のうちは6000円ぐらいかなっていう感じですね。ちょっと多分 Amazon でもうすでに売ってると思うんですけど、予約的な感じで。それはちょっとプレってるかもしれないですね。プレネというか。で、カードの種類がそんなに多くないですね。60種類。で、ランダムで9パックが入っていて、9パックの中から60種類が出るかもしれないみたいな感じですね。特別のパックみたいです。新規カードはあんまり入ってない。これはちょっと出てない部分があるし、汎用カードになるにしてもちょっとわかんないですね。大会とかでその使われるようになってからちょっと価値が跳ね上がるみたいな流れだとは思うんですね。汎用カードは大体。で、最終力カードは割といいのが入ってると思います。原作カード、ここら辺ですね。原作カードは勢ぞろいって感じですね。レッドアイズも入ってるのか。ねえ。カオスマジシャンか。入ってるっぽいですね。ブラマジがある、ブラマジとか。これはいいですね。あと、汎用カードも、ね、いいのがちょっとあるんですけど、結構。抹殺の指名者、ハッカー穴の指名者とか。他は、汎用カードなんですけど、結構安くなってるですね。カードですね。で、アクセスコードトーカーとか、ニビルとか安いですね、今。100円、200円ぐらいですかね。で、買えるかなって感じなんで。これの、原作カードの、このうち2つくらいが、クォーターセンチュリーレア、シークレット。詳しくで、入ってれば、いいかなって感じはあるんですけど、何分まだ明かされてないんで、クオシクが30種類、60種類のうち30種類がクオシクで入っているということで、どうなんでしょうね。まだ全部明かされてないんですからね。あとトークンパックが入ってます。このトークンパックはやっぱり女の子カードが価値があるのかな。価値があると思われます。アンズの後ろにブラマジが。これがなんか一番トークンカードの中で単体カードとしては高くなりそうですね。女の子カードは割とあります。結構。結構いいんじゃないですかね。ちょっと知らないキャラクターも個人的には いるんですけど。原作は知ってるんですけど、それ以降のアニメはちょっとね、世代的に離れてたんで、わかんないですね。会話も言いますね。いいですね。会話とかは人気あるから、もっと会話のカードとか増やしてほしいですけどね。津田健さんとか今人気ですから。そんな感じですかね。ただ、本体と同じぐらいな価値って感じですかね。多分、コナミ売れるとは思います。このバッグ自体は。結構、コナミ的には。一個買っておいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、僕は、ちょっと、迷ってる感じかな。買わないかもしれないですね。東京ドームが当たったんで、東京ドームのやつを、限定のやつを全力で買おうかなって感じはあります。以上です。何か間違っていることがあれば概要欄とかに書いていただけると助かります。